女子栄養大学とイオンは4月4日健康・食・栄養を基本とする産学連携包括協力締結の調印式を東京・駒込の女子栄養大学で行いました。締結式には女子栄養大学香川よしこ学長、イオン横尾博史専務執行役員が出席、調印を行いました。この締結は健康、食、栄養といった女子栄養大学の研究成果をイオンの売り場に反映させ、より安全、安心、健康的な食を消費者に提供することが目的となっています。締結式では香川学長が、これまでイオン様とは個別の案件で連携してまいりましたが、今回の包括的連携協定の締結で食、健康に関する情報提供などこれまで以上にお役に立てられるものと考えておりますと挨拶。横尾専務は、女子栄養大学は高い使命感を持って指導されている、しかも長い期間の蓄積されたノウハウがあり、提携先としては最高と述べました。今回の提携による取り組みの第1弾として、彩り海鮮和風サラダ、バジルポテトと合鴨のサラダなど共同開発商品10品目を4月17日からイオン各店で販売します。正しく食べて健康でいられるようにする、それをこの学園は目的にしておりますから、いろいろなことをただ教えて実行しないのではこの学園の存在意義はないですから、それを実践するためには今は企業なんかでも本当に分かって協力してくださる方と一緒にやりたいと、私どもが自信を持って育てた卒業生がおいしい食べ物で健康でいられるっていうような、そういう食事をあっちこっちに振りまいてくれるといいと思うんです。でその場としてやっぱりそういう企業さんはとっても大事だと。各エリアごとにですね、製造拠点を作って、そして、その発売をしていく。でとりあえずスタートはその関東圏を中心にまずはなるんですけど、最終的にはこの 全以上グループの中で販売をする、こういう意味かな。デパートだとかそういうところで売っている値段を一つのベンチマーキングをしてますので、そういうことに買い慣れてるお客様は大変安くて驚かれるぐらいのバリューがあるというふうに思いますけどね。